このチャンネルはもこもこの魅力を発信し、里親様をさだめる手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はあざとかわいいラガマフィンのスタッフ猫のニャルソック&膝乗りにキュンということでですね、この子がウルティちゃんって言いますよ。今年3歳の女の子なんですけれども、このモフモフ見てください。めちゃくちゃ可愛いでしょう。もう自分のことが可愛いって分かってるんじゃないかなと思うんですけれども、ここねバルコニーっていうんですかね、なかなか高いところでしょう。さすがの猫ちゃんもね、ここから落ちるとね怪我しそうなんですけれども、ちょっと出てきてほしいなと思ってるんですが、レイヤム君がいましたね。なんか気になってるんですよね。でもこのモフゲっていうんですかね、もう気持ちがいい。おもちゃどう？ウルティちゃん結構遊んでくれるんですけれども、あら遊ばへん？ちょっと穴から出してみたけれども、見上げる顔たまらんな。後ろからね黒猫ちゃんが来るんですけれどもね、手すり乗っちゃうんですよ。でレイヤム君遊びたそう。あ、ちょいちょいしてる？ええやんか。で手をピョロピョロしてるけれどもね。あ、黒猫ちゃんも遊びたい。あ、順番待ちとかできる子かな。あ、乗っちゃったね完全に。黒猫ちゃんそれ怖いわ。降りてくれへんかな。あー、ここでおもちゃ振ると遊びそうやな。今ウルティちゃん撫でてほしくないんかな。で黒猫ちゃん、さすがのバランス感覚やけれども、お、ウルティちゃん出てきてくれるかな。ちょっとおもちゃ振らんとこ。あ、出てきてくれた、よかった。とりあえずね近づいてみましょう。あ、ご飯欲しいか。もうすでにねご飯は終わってるはずなんですけれども、あまりのご飯が食べたいってことかな。ウルティちゃん食べていいよ。食べていいって言ってるよ。うん、ご飯食べてくれましたね。あ、違う？やっぱ食べる。なんか周り気にしてるんよな。しばらく時間が経ちました。このモフモフがいいね、やっぱり。なで心地最高。あ、どっか行っちゃうか。遊ぶ？あ、上行っちゃうか。上はねスタッフオンリーなんで行かんといてほしいんやけれども。ウルティー、あー行っちゃったね。ただねすぐ戻ってきてくれましたよ。ん？お、膝乗る？乗ってくれたけれども、あ、邪魔やっただけだね。おもちゃ遊んでくれるん違うんかい。今の何だったんだ今のは。なかなか面白いことはしてくれるんですけれども、ん？近づいてきてくれたわけじゃないよね。何かが気になって見てるだけって、そんな感じがするんやけれども、今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。膝乗りとか今はしないか。たまにねしてくれることはあるんですけれども、モフモフソファーの後ろ行って、あ、ケージ目登ったね。なんか気になんの？うん、なんか探してる感じするでしょ。猫パンチ猫パンチ一瞬だけやな。下にはね猫団子になってるんですけれどもね、なんか気になる。なんもないはずなんやけれどな。降りたね。猫団子に混ざりたいのか。クシュン言うた。くしゃみまで可愛いやん。登ったよ。どこ行くの？ウルティ、どこ行くの？エアコンの後ろ気になる？違う？何もなかった。何もないよね、さすがに。でも気になるんやろうな。まあ、猫ちゃん耳がいいので、何か音聞こえるんかなとは気はするんですけれども。まあ、それかね、何か霊的なものがあるのかもしれませんけれどもね。まあ、それやったらびっくりするんですが。遊んでくれる。たまに思い出したかのように遊んでくれるのがいいですよね。
ええ顔するわこれ、たまらん、ね、下から見上げる顔とかたまらんよね。いやー、ウルティちゃんはねスタッフ猫ということでね、いつ行っても会うことができるんですよ。でたまに膝乗りしてくれますよ。ということでね、ウルティに会うだけでもね、もう値打ちあるかなと思うんですが、走ってた？ん？あ、中に入りたかった？オーバーランをしたってことなんかな。なんか気になってるな、やっぱり。おもちゃで遊ばへんの？結構遊べる子やねんけどな。まあ3歳なんでね、まだまだ遊ぶ年齢ですよね。この探してるお母も可愛い。あ、猫パンチしてくれた。ねえ、すごくあざとい顔するんですよ。あ、ええやんか。あ、レイヤム君来てた。遊びたい。おもちゃあるとね、レイヤム君来てくれるんで。あ、どっか行っちゃう？出てきた。撫でさせてくれるんやけどな。怒ったりはしないでしょ。あ、穴からちょいてした。あ、猫パンチ猫パンチ。ただね、遊んでくれるのは嬉しいんですけれども、ウルティのモフモフが見たいのでね、ちょっと穴から遊ぶのはちょっとね嫌やな。わがままのこと言っておりますけれどもね。出てきてくれるかな。あ、出てきてくれた。こちらはね、以前の動画なんですけれども、うん、ウルティがね、膝に乗ってきてくれた時なんですよね。で、乗ったでしょ？実は乗れる子ですよ。なかなかの神接客じゃないかなと思うんですけれども。もう尻尾ピーになってるやんか。顎の下かきかき好き？まあ、ぴったりとかくっつかれるのは嫌なのかなって気はするんですけれども、ええ顔するな本当に。降りちゃうか。降りないと欲しいな。あ、落ち着いてくれたね。ええやんか、甘えてるわ。口開いてるよ。なんかいたずらっ子の顔してんねんやけど。ん？ええやんか。あ、なんだこの顔。あらら、噛む？甘噛みした。あ、けりけり。この甘え方たまらんな。ウルティー。あらららら。じゃれて。いかがでしょう、皆様。キュンしてるのではないでしょうかね。でね、モフモフなんでね、撫で心地最高でした。ウルティちゃんは可愛かった。皆様いかがだったでしょうか。ウルティちゃんはモフモフで本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。